わあどうもこんにちは、パンチパンダです。よろしくお願いします。この前ですね、パンチパンダの動画のコメント欄にまあこういうコメントが来まして、就活の時に大学の成績って重要ですか？単位は取れてるけど C が多いです、というようなコメントがパンチパンダのここ最近の中で一番再生回数の少ない動画の中でまあそういうコメントがあったんで、まあぜひこの動画見てください。まだ見てない人いるでしょ。なんかこの動画つまんなそうだなって思って見てない人いるでしょ。面白いから見てくださいということで、はい、まあこのねコメントにまあお答えしようかなということで、パンチパンダがねもう視聴者を大切にする底辺 YouTuber の鏡、なんかあれっすよね、3800人とか3900人ぐらいの俺ってさ、底辺 YouTuber なのかな、それともうなんか YouTuber と名乗ってもいいのかなって、なんか微妙なラインだなって最近ちょっと思ってきた。はい、ということで、まあパンチパンダは就活の時の話なんですけれども、成績はね確かね見られてなかったような気がする。っていうもう就職活動なんてさ、全国各地から人が集まってくるわけじゃないですか。北は北海道、南はハワイ、ハワイはアメリカ、ハワイはアメリカだっつーの。北は北海道、南は沖縄、もうそれこそね他のね海外からもね人が来るっていう場合もあると思うんですけれども、まあ、そんなに大量の大学からまあ人が来るってなるとさ、いちいちさ授業の成績だって見てられないじゃないですか。そもそもその成績を出している人ってその授業の担任の教授の人が成績を出してるんで、一人一人判断基準もおかしいし、やっぱ偏ってる部分はあると思うんで、平等には見れないんですよ。必ずどんなに優秀な学生でも馬が合わなかったら全然ね変なね成績とか出されちゃうんで、そこはね本当に見られないです。だから安心してください。履いてますよ。動画が開始されてからずっとなんかパンチパンダの下半身どうなってるんだろうなって思った人は安心してください、履いてますんで。ただ TOEIC みたいな本当にもう平等に全国の生徒を平等に見れる成績だったら本当にそれはね加味されると思います。成績ってさ、まあもう今の時代さデータ化されるじゃないですか。で全国の大学生の成績をデータ化して就職活動の時もそれを活用しようっていうような動きがまあ出始めていて、そこでね俺ちょっと気づいちゃった、思っちゃった、分かっちゃったんだけれども、授業の出席率は全国平等で見れるなと。いや確かにね成績っていうのは人が判断するものだから、そこはね本当にもうなんか平等には見れないんだけれども、出席率っていうのはもう出席したかどうかじゃないですか。で単位を取れる最低限の出席率っていうのがあるわけじゃないですか。例えば7割以上ね出席していかないとまあ単位と上げませんよっていうような、まあ、授業もあって、そこばっか狙っていくと単位を取るためだけに授業を受けてんだろうなって思われちゃわない？それはねあまり良くないことなのかなと、あまりよろしくないことなのかなと。俺がねもしもね面接官だったら、あこいつなんか頭使って無駄を省いてなんか大学を卒業するためだけの行動してるんだったら、まあそれはそれでいいのかなって思っちゃうんだけれども、でもやっぱり自分が上司になる立場、その人の上の立場ってなるのを考えると、やっぱね真面目な人の方が取りたいっていうのも、まあ自分がさ会社員、自分がもしもねその面接官とか、もう自分がその面接官になろう、自分が面接官になっちゃおう、みんな、はいみんな面接官になる時間だよ、そういう立場でまあ考えてほしいんだけれども、自分の部下とかがサボっちゃったりちょっとミスを犯しちゃうと、やっぱそれの尻拭いをするのってまあ上司の俺じゃん、俺たちじゃんね、みんな面接官だから、みんなね偉い人だから偉い人になって考えるとそうなるじゃないですか。でまあニュースとかも見ていると、なんか食品加工工場で虫が混入してましたとかってなるとさ、自分がもしも社長だったらさ、いやいやそんなの関係ねえじゃん、俺知らねえよ、ちゃんとやっとけよって思うんだけれども、謝るのはまあ社長じゃん、いやこの度は本当に申し訳ございませんでしたとか言いつつも、あの工場のやつらちゃんと真面目に働けよって思うじゃないですか。だからそれと同じで、自分の部下はちゃんとしてほしい、ちゃんと真面目に働いてほしいんですよ。そう考えると真面目な人の方がいいと、となるとやっぱ出席率 100% とかそういう人の方がまあまだ真面目じゃないですか。でなんか自分の言ったことをちゃんとやってくれそうじゃん、成績が良くても悪くてもちゃんと必死になって頑張ってやってくれそうな人の方が自分も楽になるし、ちょっと余裕ができてくるんじゃないかなって思うんで、とりあえず大学の成績はどうなんですかっていう点に関してはあんま関係ない。まあ、てかそういうのを気にしてる立場なんだったら、出席はちゃんとしといた方が、まあいいのかもしれません。はい、ということで、パンチパンダのね、大学の成績、ね、関係あるんですかっていうようなお話でした。はい、ということで、もしよかったらチャンネル登録、高評価よろしくお願いします。じゃあまた次の動画でお会いしましょう。じゃあね。